海なり3票じゃない？はい、ここ行きます。なんで？はい、行きましょう、はい、行きましょう。処理の1票でかすぎ。最高じゃけん、汚ねえ花火だ。そうか、一口目来た、出たずっと来るの、MV 以来の大阪一口目。緊張しすぎてずっと落ち着かねえ俺。もう喋ってねえとし、もっとやばいって。さっきちょっとタクシーで移動してる時にヤフオクドームをね、うん、見たんですけど。家だね。帰っていいっすか。マジでやばい。どう？僕はまあ高まってるぐらいです。おー、うん、僕もまあいい高まってる。大丈夫じゃないか。ただなんかラーメン食ってる時にやべえとこまで来たんだなって泣きそうにある。歓喜を。ちょっとなんか考えてみたらやばい、ね。だいぶやべえとこまで来た。いやマジでやばい、ね。土井さんやっぱ一番ね、やっぱ歓喜余るタイプだからね。あ、ちょっとこういうのマジ。歩いてるだけでリスナーの人たちちょろちょろいて、ね、結構手振ったりしてくれてマインドがね高まってきます。まあでも、僕以外のメンバー結構ガチガチに固まってるんで、僕だけはギリギリまで粘っていようかな。俺もこれ手ぶれ補正があるから取れてる。いいね、いいね。なんか決戦みたいです。確かに全国大会決勝戦みたいな気分。本当にマジ夢の瞬間じゃん。いや本当にね、ガチでヤバいじゃん。ガチでヤバい、ガチでヤバいから。でも野球やってた我々からするともう夢の舞台です。それでまた夢を叶えたなっていうこの満足感と、これからこの夢の瞬間に行くっていうこの期待たまらないですよ。そして歌う曲がっていうことですね。そうなんですよね。で、あの球場の CM とかでももう俺らが使われるみたいな。マジっすか。まあ家族も招待して、こりゃね親孝行でしょ。いやだね。おい、俺の母さんに聞いたら、いいわって言って。こっちの結果。あ、恵子さん。さあやばいよ、なんか今裏連れてかれてるよ。やばいね。無理無理無理。この臨場感伝わると思う。結構いろんなタイミングでカメラ回してるから。そうだね。3万の前いない。俺らみんなと一緒に夢叶えていくグループだから。よっしゃ、これリアルなとこもお届けしよう。よし、はい、面白いやついます。今控え室に来たんですけど、見てくださいこれ、ゲスト。もうね、はい、入ってええんかなっていう気持ちですね。じゃあ帰っていただいてね。入らないです。ありがとうございました。帰らないですよ。どうぞ。ちょっとね、今あの人たちは練習見学行ってるんで、僕たち呼んで緊張度合いチェックしましょうか。俺ね、球場入る前バカ緊張してたの。今なんか一周回ってポカーンとしてる。あれ、あー、分かるかも。なんか客観的に自分見てる今。俺も面白いことを全く今から言うつもりないけど緊張してます。面白くないな。真ん中の方、本気で緊張するとマジで喋れない。ぼーっとしちゃう。人数がマジでヤバい。ヤバいね。だってもう昨日とか3万9000人とか入ったらしい。4万人近く。4万人入ったらしい。ヤバいよ。って、なんかやべえ、映ってきた俺。ヤバ。え、ノリはどうなんですか。え、緊張してますよ。そりゃするでしょ、だってあんましてる。歌うんですもん、一番練習で。大輝と正義とリボン、あいつらどうなるかね。そう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 、見てもっとやばくないよね。今生の状態を見て、帰ってきた状態ちょっと見ていきましょう。あいつら撮ろうよ、撮ろうよ。帰ってきたようだな。おー、はい、どうだった。やばい、やばい。やばかった。やばい、やばい。なんかね、行った時より顔引きつってるよ。思ってたより多分広さの問題はいいんですけど、迫力がもう、あ、やばいな。で、バックスクリーン見たらやばい。見ない方がいい。すごい。あれは一番でかい。5個使ってるらしい。5個。で、そこに俺らの15秒の CM が流れますよって圧かけられて、俺らも。ガク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 。いや、ちょっとでも言うて、俺はあんまり緊張してない。ライキはなんか変だった。もうあんま喋ってなかった。リボンもそんな変わってなかった。なんか感動が近っていう。そう、なんか俺とリボンはなんかブラックセッションになりてえなみたいな。この環境で野球やってるのに気持ちよすぎるだろうね。やばい。だからなんか育成の選手が俺らのファンで、あ、そう、ソフトバンク、握手をしてくる。自分から来てくる。頑張れ。
シュート選手。はい、ということでもうすぐもう始球式イベントなんで、はい、夢が叶う瞬間です。ぶちかましましょう。やばすぎる。やばすぎるよ。俺の顔見て。あ、引きつり。なんともやばい。一生に一度あるかないから大冒険なんで。もう本当に悔いないように暴れましょう。はい。はい、俺らもやっぱ周りに声かけられたりするけど、都合いい時だけ有名人って言われて、都合悪い時一般人って言われて。ああ確かに。僕今日思ったの、一般人ではないです。何でしょうね。全然違います。どこが一般人だって。ジョー・ギブソンの席だ。ジョー・ギブソンルームに乾杯。乾杯。リアルに乾杯。本当に乾杯です。お疲れ様です。本当に幸せな時間です。最高、最高な時間です。最高。ビールがうめぇ。 CM も流れるんですね。はい、そうなんです。わテレビでも CM が僕ら流れてる。やばいな。マジですごい。そんなこと見た方、録画してる方、Twitter まで。おなしゃっす。これすごくないですか。今はこの目の前でやってるやつをテレビやってるんですか。ここで見る人いないでしょ。次ですね、次の回多分ね。お、来た。おわー、すげえ。やばいんだけど。おい、やば。おい、みんな黄色い、みんな黄色いみたい。うわ、すげえ。見てください、これホークスファン一色。この押さえた後にここに私たちが映し出されるらしい。皆さん来ますよ。もう来ますか。来ますね。うわっ、すげー。ハイキャノン、ハイキャノンが来ました。ああ、これね。
最高だったぜ。朝の夜、無敵夜ですよ。最高やわ。帰りたくない。いや、わかる。いや、ほんまにやばい。それわかる。で、もうすぐ明後日から DJ イベントなんで、一泊してすぐ昼の便で帰らないと。こんなに痛いと思ったことない。いやいや、もう本当に福岡のファンになりました。いや、また来たい。本当マジでゆっくり行こう。ゆっくり行こう。いい場所。どうだった、キレイさん。もう本当に感動して、もう号泣もしたし。これからも頑張っていきましょうね。よっしゃ。この始球式イベントちょっとでも心動いたって方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは博多から参りさせていただきましょう。いや、もう悔やまれるね。ほんまに。確かに切ね。いや、これバイビーしちゃうのも。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー。バイビー。